美味しそうにご飯を食べてる。あ、どうも。本日もナレーションを務めさせていただきます。川口春奈です。デブ猫がカリンちゃんのご飯を狙ってるね。いい子だね。いや、悪い子だね。あ、鼻息でカリンちゃんのご飯を飛ばそうとした。あ、またスタッフさんが大きい箱を持ってきた。あ、チャイちゃんだ。すごい。自分より3倍ぐらいの高さのところにジャンプした。住所のシールを剥がしてるね。飛び降りるのかな。チャイちゃんが降りられなくて困ってるみたい。やだ、紳士的。今度はカリンちゃんが登った。行動がイケメンだね。うわ、カリンちゃんのお尻を触った。この段ボールからは何が出てくるのかな。気になるね。カリンちゃんもチャイちゃんも興味津々。こっちは新宿側の景色か。あそこ都庁だな。こっちはお台場側か。え？ペットスノーウィー、ジャーナルスタンダード？自動猫トイレのペットスノーウィーとジャーナルスタンダードさんがコラボしたモデルだね。うわあ、そんなモデルがあったんだ。カリンちゃんがひょっこりはんしてきた。厳重な梱包。カリンちゃん早速発泡スチロールの方に行った。頭隠して尻隠さず、あ、頭も出てきた。天窓からの眺めがいいね。目がクリックリで可愛いね。今度はチャイちゃんだ。うわ、こっちに来た。チャイちゃんとても興味津々。子猫ちゃんみたい。ご高齢だね。あ、中に入るのかな。あ、すぐやめた。カ
リンちゃん尻尾を立ててルンルン気分、チャイちゃんはおすんすん、みんなそれぞれの時間を楽しんでるね。猫ちゃんたちは新しいものが届くと好奇心で活発になるんだね。いよいよ本体の登場です。カリンちゃんチャイちゃんも気になってるみたい。すぐ発泡スチロールを片付けたね。あ、チャイちゃんがカメラ目線、かわいい。やっぱり猫ちゃんたちはこういう袋の音が好きなのかな。あ、インサイドキック、サッカー部だった経験が生かされてるね。うるさいね。二人とも迷惑そう。クリームパンは焼き上がったみたい。あ、上蓋が外れた。チャイちゃんすごく驚いてるみたい。おやつを開ける音だと思ってカリンちゃんが来た。ちょっと前失礼するよ。ピチャ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 、メロンメロンメロン、うん、声出さずに飲めないものかしら。袋の音にみんな興味津々、プレゼントもらえると思ってるのかな。あ、チャイちゃんもこっち見てる、かわいい。カリンちゃんもかわいいね。ようやく準備できたみたい。あ、早速チャイちゃん。あー、まだ入らないか。猫ちゃんはまずチェックから入るんだね。なるほど、まずはサムネイルのお写真ね。すごいチャイちゃん、猫ちゃんってこんなに賢いんだ。疲れがすごい。カリンちゃんも呆れてるね。あれれ、今度はカリンちゃんがチェック。なかなか入ってくれない。新しいトイレだから気長に待たなきゃね。あ、スタオさんが何か持ってきた。おお、危なかった。捕まるとこだった。お、トイレが2つ。カリンちゃんの尻尾がだんだん下に降りてきた。トイレは気になるけど、そろそろ氷鬼の鬼がいなくなったと思うから。うわ、鬼だ、ピキーン。
暖かい山前さんの方を取られてるね。取られたよ。今日またちょっと寒くなったのに、もう少し端っこで寝てくれたらいいのにな。取られたよの眼差しと言いながらチャイちゃんに譲ったカリンちゃん、優しいね。いや、取られたんだよ。きっと振り向いたらもういないはず。ガーン、おいデブ猫、どけろ。ああ、やべ、誰今美人って言ったの？今世界一美人な猫ちゃんって呼んだでしょ？いや、デブ猫だよ。ああ、最高の寝起き。ウィンク。よいしょだよ。よし、ちょっとここだけ空いてるから借りるよ。アダちゃん、足伸ばせなくなるでしょ。今日寒いんだよ。手足ピエピエなんだかな。あー、仕方ない男。ぬくいぬくい。結構いいよこれ。よいしょ、使ってた。あ、よかったよかった。先に使いたかったのにな。お、全然臭くない。いつも新品のトイレみたいだわ。この動画の提供はペットスノーウィー。